んにちは、事業準備 TV のゆめのんです。皆さんは懇親会の際どのようなことを意識していますか？中には緊張して参加されている保護者の方もいらっしゃいますよね。先生が和やかな雰囲気を作っていくにはどんな方法があるでしょうか？そこで今回は投稿者の先生にお寄せいただいた懇親会や楽器の始めで盛り上がるサイコロトークについてご紹介します。このチャンネルでは先生に役立つ情報を毎日配信しておりますので、チャンネル登録お願いします。懇親会の中で保護者の方同士で話す時間を作りたいけれど、ただ話してくださいでは保護者の方も話題に困ってしまうなんていうことがありますよね。そこで活躍してくれるのがサイコロトークです。サイコロトークとはその名の通り、サイコロを振って出た目に応じて話題を決めるレクリエーションです。また聞き手は必ず質問する、終わったら拍手をしてから交代するなどルールを設定しておくと、よりお互いの話にしっかりと耳を傾け合えます。先生はサイコロトークの準備としてまず話題を決めます。1の目が出たら自分の子供のすごいところ、2が出たら子育ての大変だと思うところというふうに、1から6までそれぞれの目に対してお題を決めていきます。お題は子育てや自分の趣味、自分の子供についてなど様々設定するといいですね。このサイコロトークのいいところは、何といってもトークテーマに困らないことだそうです。またランダムにお題が決まるため、どんなお題について話すんだろうというワクワク感も味わうことができます。そしてこのサイコロトークはお題を変えることで子供たちのレクリエーションとしても応用ができます。クラス替えの後や楽器始めのレクリエーションとして盛り上がること間違いなしですね。ぜひ活用してみてください。いかがでしたでしょうか？今回は懇親会を盛り上げるサイコロトークについてご紹介しました。ぜひ参考にしてみてください。本日の動画が役に立った、面白かったと思っていただけましたら、高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。それではまた明日お会いしましょう。